日本航空機製造株式会社は1959年に設立され1982年に解散した日本の航空機メーカーである。略称は日光製または英語名称の略であるナームック。戦後初の国産旅客機 YS-11 を製造した。かつて航空機大国だった日本は 1945年に太平洋戦争に敗北すると GHQ、スキャップによって航空機の研究、設計、製造を全面禁止された。戦前の航空機資料はすべて没収され、機体は一部がアメリカ軍をはじめとする連合軍に接収された他はすべて破壊された。GHQ は日本の重工業をすべて再起不能にした後、 農業小国にしてアメリカに経済依存させ続けようという方針であったが1950年に朝鮮戦争が勃発し三菱重工業など急航空機メーカーに戦闘機など軍用航空機の点検修理の依頼が入るようになっていた1952年に日本国との平和条約で日本が再独立すると日本企業による飛行機の運航や 製造の禁止も解除されることになり、同年の7月に航空法が施行された。民間航空会社は、その前年の1951年に日本航空が GHQ の移行で発足しており、翌年の1952年には、全日本空輸の前身である日本ヘリコプター輸送極東航空が発足し、その翌年の1953年までには、 東亜国内航空の前身となる、日東航空、富士航空、北日本航空、東亜航空が発足していた。1955年4月に、川崎航空機と新三菱重工業に、保安隊向けの機体の国内ライセンス生産が、決定し、航空機産業復興の兆しが見え始めた。戦後の日本の航空路線は、ダグラス DC-3 や、 DC-4、コンベア440などのアメリカ合衆国製や、デハビランド DH-114 ヘロンなど、イギリス製の航空機が占めており、戦前の航空機開発、製造で実績のあった日本で、自国製の航空機を再び飛ばしたいというのは、多くの航空関係者の望むところであった。YS-111956 年。 戦前からこの頃まで使用されてきた旅客、貨物輸送機であるダグラス DC-3 を原型とする旧海軍零式輸送機が老朽化していたため、日本の通商産業省は5月30日に中型輸送機の国産化計画構想を発表した。これは輸送機国産後可燃計画となり、航空業界はにわかに活気ついた。しかし、 禁止11年の歳月により、他国との航空機設計、製造の技術力格差は広がっていた。各方面から実現が疑われ、賛同が得られない中、通産省の航空機武器課長である赤沢章一は、日本の空を、日本の翼でというキャッチコピーを手に説得を続けた。当時は、運輸省でも、民間輸送機の国内開発の助成案があり、 通産省の国産機開発構想と行政の綱引きの対象となって権限争いが行われていた。閣議了省により、運輸省は対空、形式証明までの管轄、通産省は製造証明と生産行政の管轄の二重行政で決着した。国内専用旅客機の本格研究は新名和工業で始まっていた。 1956年に運輸省が発表した国内用中型機の安全性の確保に関する研究の委託を受けて基礎研究を行っていた。この研究で後の設計に参加する新名はの菊原静雄、徳田光一の両名によって行われた。この研究は DC-3 の後継機種の使用項目を研究するものでレシプロエンジン創発の第一案。 第2案、ターボプロップエンジン創発の第3案、第4案の設計案が提案され、中から最適とされた第3案がその後の YS-11 の叩き台となった。他社がアメリカから航空機製造ライセンスを獲得する中、新名和は対戦唱会機 P2V-7 の生産ライセンスを獲得できず、航空技術断絶の危機にさらされていた。 通産省はこれを叩き台として、1957年度予算に8000万円を要求した。だが、政府与党や大倉省の反応は鈍かった。通産省の5カ年計画を4年に短縮し、第1次から第3次接衝まで、昭和32年度予算として計上されなかった。通産省や航空業界に失望感が広がる中、 翌1957年1月20日、水田三夫通商産業大臣と池田隼人大倉大臣の直接交渉によってに、ようやく予算を獲得し、開発にこぎつけることができた。それでも当初の獲得予算は3500万円であった。当初、開発期間は5年であったが、運輸省から国内の旅客機の残余寿命が3から4年の期待が多いので、 大体時期を勘案すれば5年では長すぎるとの主張から4年に短縮された経緯である。4仮面計画では1957年度から1958年度に風洞実験など各種試験1959年から強度試験用例号機を試作1960年度にかけて試作1号機2号機を制作することとしており、 産期政策にかかる総額は29億5000万円が予想された。1957年4月に、通産省と航空工業会の臨時役員会により、輸送機の基本構想をするための財団法人輸送機設計研究協会を東京大学内に設立することが決定5月に発足した。有権に参加したメーカーは新三菱重工業。 川崎航空機、富士重工業、新名和工業、日本飛行機、昭和飛行機の機体メーカーと、住友金属、島津製作所、日本電機、東京芝浦電機、三菱電機、東京航空景器の部品メーカーであった。新型航空機の開発の大型プロジェクトを特定の企業一社に独占的に任せることは、他社の反発を招くことを懸念したためである。 理事長に新三菱重工副社長、小田泰造が選任され、選任理事に木村秀正、設計陣に、堀越二郎、大田み菊原静雄を設計、土井武を迎え、輸送機の設計を開始、名称を YS-11 とした。油券は、翌年の1958年12月11日に、横浜市の日本飛行機、 杉ぎた工場で、モックアップを発表した。国民の理解を求めるためというのが、表向きの理由だったが、政治家や役人が予算を引き出しやすくするための、デモンストレーションであった。そのため、技術的な検討を目的とするものではなかったので、客室の偽装に力を入れ、広報施設や二つの化粧室を設け、応列五席の構成都市、内装は、 当時の有力デザイナーの渡辺力に依頼して、西陣織の座席が設置された。この座席は、当時の価格で一石五十万円以上したと、言われている。内装など見栄えは良いが、細部は、矛盾だらけという、技術者が見れば笑ってしまう代物であった。また、制作予算が不足したため、スタッフが隠れて、ライトのスイッチを操作し、点滅させていた。 1959年6月1日、設立立法により特殊法人、日本航空機製造株式会社が創設され、油県は解散した。初代社長には、油県理事長の省電、技術部長に新三菱の東条テルオが就任した。資本金を5億円とし、政府が3億円、民間からの出資は2億円であった。民間分の出資は、 ユケに参加した機体メーカー6社と材料、部品メーカーに加えて新たに商社、金融機関が出資した。本格的に輸送機の開発作業が始まり、初年度予算は3億円、うち6000万円が補助金として拠出された。日光製造はユケの残留スタッフの30名と出資格者からの出向者に 役員13名の総勢125名で発足した。5人の侍は、実機製作には携わらないと宣言したため、1960年からの、実機製作は三菱から、技術部長として出向してきた、東条照夫に任せられた。東条は、父親で、陸軍大臣や首相を歴任した、東条秀樹の勧めで軍人ではなく技術者を目指し、かつて堀越の下で、 零戦の設計にも携わっていた。設計部は、一処務及び設計管理、に全体計画、三動体構造、客席偽装、動体強度、四主翼、エンジンナセル、エンジン偽装、燃料装置、五尾翼、足、油圧、電気、無線、計器油圧、防水、客室偽装の各六班に分かれて分担した。 日本航空機製造は設計開発、生産管理、品質管理、販売、プロダクトサポートを行い、生産は機体メーカー各社が分担し、最終組み立ては三菱重工業が行うことになった。機体は中型都市、レイアウトに余裕が持てるように、深淵部分を長く設計した。当初の設計案では、不都道であったが、設計重量超過が判明したことから、 モックアップと違った、再動に再設計された。太と指導では、エストール製を確保できず、日本の地方空港に就航できないことであった。このため、当初案の往列5人掛けから4人掛けに変更となった。主翼は、整備性の良さや、着水時に機体が浮いている時間が長くなることを考え、胴体の下に翼がつく低翼に。また、 地方空港を結ぶことを目的としたため、1200メートル級の滑走路で離着陸が可能な性能を持たせることとした。製造は新三菱重工、川崎航空機、富士重工業、新名和工業、日本飛行機、昭和飛行機工業、住友精密工業の7社が分担し、最終組み立てを三菱の小牧工場が担当した。各社の分担内容は、 以下の通りである。合わせて、自工具の開発も行われた。戦前の軍用機の生産技術は、輸出を前提として、米国の FAA の形式証明の取得を目指した、ため、民間機の生産技術にはほとんど役立たなかったと言われる。エンジンは、対空証明の取得に困難が予想されたため、自国での開発を諦めた。方式としては、 当時主流になりつつあったターボプロップエンジンを使用し、イギリスのロールスロイス製、ダート10を採用、プロペラはダウティロートル製の4羽根、主脚、前足はグッドイヤー社製であった。当時の日本に手が出せなかった。電子機器も納入する航空会社が実績があり、アフターサービスが充実しているメーカーの製品を強く試行したため、気象レーダー、無線機は、 米国のコリンズ社やベンディックス社の製品であり、ほぼすべて海外製品を輸入することとなった。当時、国内での調達が困難だった大型のジュラルミン部材は、アメリカのアルコア社から購入した。アルコア社のアルミ合金材は、米軍規格の金属材料であり、日本の実規格よりも品質が高く、日本の金属メーカーが採用に向けて、 意欲を示したものの、YS-11 に使用する量のみの生産では、量産効果が出せず、価格で対抗できなかったため、アルコア社の金属材料が採用された経緯がある。1962年7月11日に、YS-11 初号機が、ロールアウト、8月14日に、エンジン発展化、8月30日に初飛行に、成功した。 だがこの機体は操縦上の癖が問題となり、アメリカ航空局の審査に受かることができなかった。10月1日に全日本空輸との間で20機の予備契約が調印され、量産を開始した。しかし、問題解決に時間がかかったために全日空など航空会社への納入が遅れだし、マスコミからは飛べない飛行機などと散々にこき下ろされるありさまだった。 全日空は試作段階での三大問題等の諸問題の発生から正式な購入契約が交わされたのは2年後の1964年であった。全日空では第一次受業分は3期とし、開発の遅れや日光製造の改善要求の対応のまずさから不信感を増し、生産ラインが安定する10期目以降とするとの、 要求に加えて、一定の運行実績を積むまでは、契約価格の1割の支払いを留保する条件とした。日本国内航空や東亜航空も、全日空と同様に、初期の導入機体は一定の運行実績を積むまでは、契約価格の1割の支払いを留保するとの条件を出していた。また、日本航空も、 初期の開発段階の1963年に5期の仮発注を行っていたが、国際選手体の日本航空では、自社路線の適正となる路線が少ないことから、本契約に至ることはなかった。国家プロジェクトにナショナルフラッグキャリアとして協力する、姿勢を表明する、アドバルーン的意味合いが強かったと言われている。 1964年8月に運輸省の形式証明を獲得、国内の航空会社へ納入を開始し、翌1965年に運用を開始した。しかし、輸出をする上でどうしても FAA の証明を得る必要があり、同年9月にようやく取得することができた。これによって YS-11 輸出の準備が完了した。ただし、開発によって、 資本金は底をつき、民間からの借入金で生産を行っていた。1967年には、政府が12億円、民間が11億円の計23億円が増資され、資本金は78億円となった。民間航空会社に最初に納入されたのは1965年4月10日に。 東亜航空に引き渡された量産型2号機 JA8639 であったが、納入した国内の航空会社で、最初の定期路線で就航させたのは、日本国内航空である。運輸省の量産1号機の翌々日の4月1日に、東京徳島高知線で、定期航空路線の運用を開始した。最初に、定期運航を行った日本国内航空は、 量産機の発注を行っていたものの、納入が路線開設に間に合わず、試作2号機を1965年の3月11日に日光製造からリースして間に合わせたものである。この試作2号機は全日空が聖火の輸送で使用したものであり、日本国内航空では自社塗装に塗り直し、聖火号と命名して就航させた。ちなみに、 日本国内航空が最初に受領したのは、量産型4号機 JA8640 で、1965年5月15日に、納入され、新受号と命名されている。同年12月8日に、量産型14号機 JA8651 を受領し、聖火号と命名し、初代、聖火号を、日光製造に返却した。その後、 YS-11 の定期運行は、日本国内航空に続き、1965年5月10日に、東亜航空が、広島大阪線、大阪米子線、1965年7月29日に、全日空が受領し、同年9月20日に、大阪高知線で就航し、1968年5月31日に、南西航空が、 リース契約で受領し、同年6月8日に、那覇都線に就航した。リース契約となったのは、本土復帰前の沖縄では、航空機登録制度が未整備で、南西航空への売却であっても、表面上は、リース契約とせざるを得なかったからである。南西航空は、本土返還後に購入した。遅れて、1969年4月1日に、日本航空が、 日本国内航空よりウェットリースで福岡不山間で初の国際線の就航を始めて当時の主要国内航空会社が YS-11 の定期旅客運航を行ったことになった。日本航空では道路線をボーイング727で就航を計画していたが同じ路線を運航する大艦航空の機材が YS-11 であったことから 期待差が出ることを嫌う韓国政府の意向から、日本航空も同じ YS-11 の機材とせざるを得なかった、ことで、日本国内航空から調達したものであった。全日空が導入した YS-11 には機種に、オリンピアの愛称がマーキングされたが、期待や全日空の時刻表には、YS-11 の形式名や機種名は、記されていない。 表面上は、成果輸送の実績に由来した名称と説明されていたが、当時の日光製造の開発が遅れていたことや、日光製造の経営資金の枯渇から、経営不安説も流れ、倒産した場合、倒産した会社の飛行機の名称をそのまま使う、事態を避ける思惑が、全日空にあったと言われている。米国で最有力顧客となったピードモント航空でも、当時は、 日本製品の信頼性が高くなく、乗客のイメージを配慮して、広告宣伝や時刻表には、ロールスロイスプロップジェットと表記して、日本製や YS-11 の表示は行わなかった。YS-11 は、製作過程から軍用機の延長線上であるため、旅客機の世界標準に到達しているとは言い難く、 日本の航空産業が回収に回収を重ねて使える機体にしていったと言われる。次第に頑丈な機体であることが認知されるにつれて発注が増加した。YS-11 の最初の輸出は1965年10月にフィリピンのフィリビナスオリエント航空であった。戦後賠償の一環として2012号機が引き渡された。同社は その後最大4機の YS-11 を保有した。無名で実績のない日光製造が海外で、販売するには実機を見せる他に、宣伝の手段はなく、YS-11 は、積極的に海外へ飛行し、デモンストレーションを行った。まず、1966年9月15日から10月13日にかけて、北米へとこアメリカ合衆国の、 サンフランシスコデンバーセントルイスワシントン DEC、マイアミを飛び、近距離路線を運行する、中堅航空会社である、ピードモント航空やハワイアン航空からまとまった数の受注を得ることができた。しかし、ハワイアン航空からリース契約で3機の輸出を行ったものの、搭乗口の低さ、騒音、振動、キャビンのデザインが不評でわずか1年で全機が返却されてしまった。 1967年は1月25日から3月15日にかけて、南アメリカのペルーアルゼンチンチリブラジルを、でも、10月11日と12日に、ベネズエラ、12月2日から12日に、カナダ、1968年8月27日から10月28日にかけては、イギリス西ドイツ、スウェーデンイタリアユーゴスラビアギリシャサウジアラビア、 パキスタンネパールビルまたイマレーシアを勢力的に回ったが、アジアの多くの途上国では購入予算がないため受注をほとんど得ることはできなかったが、その後ブラジルやアルゼンチン、ペルーでまとまった数の受注を獲得した。この1968年のデモフライトでは、イギリスのファーンボロエア賞にも出展した。この出展で、ギリシャのオリンピック航空との商談が成立した。 オリンピック航空では、短期リースの2機を含め、最盛期には10機の YS-11 を保有した。当時は、ファーンボロエアショーの出展に際し、欧州の航空機メーカーの出展に限定されていたが、YS-11 は、ロールスロイス車製のエンジンを搭載していることから、英国製に類するとして、特別に出展が認められて、デモフライトを実施することができた。 1969年にも2月27日から3月1日に、メキシコ、12月3日から1970年2月14日に、かけて、モロッコセネガルカメルーンがボンザイル、中央アフリカザンビアを飛行、同時に1月18日から22日に、シンガポール、6月20日から7月9日にかけて、エジプトケニアスーダンが南アフリカ、 7月28日から8月3日に南ベトナムのサイゴンへ飛行し、いくつかの受注を獲得することができた。数多くの受注を獲得したことで、1967年末の生産ラインは月産1.5機から2機に増加した。1968年末には受注総計が100機を超え、この年だけで50機以上を契約し、 月産3.5機の生産に増加した。1969年には、世界7カ国15社に納入されたが、順番待ちで受注から納入まで1年かかるほどで、あった。また、半貨物型、全貨物型など派生系を増やした。c 1輸送機、岩国基地 YS-11 に続いて、自衛隊で使用する。 中型戦術輸送機 CX を製造することが決定し、1966年から日光製造が当初の設計、製造を任された。しかし、日光製造は設立立法によって民間機の製造に限定されていたことで、軍用機である CX の製造は違法であると野党より指摘されたことで、日光製造は製造を諦め、 川崎や富士など5社が分担して、最終組み立ては、川崎重工が行い、川崎 C-1 として完成した。日光製造は、最大株主が日本政府であり、通産省主導の国策反管企業の特殊法人であったため、職員に公務員機質がはびこり始め、首脳も官庁から派遣されてきた人材が増加し、企業経営はうまくいかなかった。 YS-11 の販売も、次第に営業方法の悪さがあらわ,わになり、販売網は全く構築できなかった。特に海外においては、歴史も実績もない初の日本製旅客機であることから、信頼性の問題から有力航空会社で相手に、されなかったことや、金融の面でも、競合企画者が長期繰り延べ、低金利払いを行っていたことで代行せざるを得なく、なったこと。 原価に営業費用を計上していなかったことで、製造原価を割った価格で販売を続けたことで、慢性的な赤字状態となっていた。原価に、宣伝費などの販売、営業関連費を初期コストの中に換算していなかったことは、国産輸送機の設計、製造のための予算獲得が第一義であったことで、利益を度外視した原価管理であったからである。 量産効果によって期待される価格の低減も製造部門を持たない日光製造ではコスト管理もままならず生産を受け負った期待名価格者もインフレーションによる人件費高騰や部品価格高騰により製造コストが上昇し納入価格の引き下げには応じられなかった。しかし競合機との対抗上値段を下げなければ売れないという悪循環が生まれていた。 経営の悪化する日光製造はこのような厚生各社からの費用請求も重荷となり赤字が累積する中で原価を割った価格で販売を続けたそのため売れば売るほど赤字が増加する構造となっていた大倉省は経営を回復しない限り追加出資の予算は出せないとして継続出資を訴える通産省と全面対決となっていた国会でも この赤字が論議されることになった。これは海外での営業活動の赤字が当時予期せぬ変動相場性の移行で為替差損が発生した以外にも米国での営業活動に日光製造の問題が起因していることを会計検査院で指摘されたことが原因である。米国国内の販売代理店を希望したノースカロライナ州に本社がある中古機。 部品販売を行うシャーロットエアクラフト社と北米、中南米、スペイン地区の独占代理店契約を結んだが、同社は実質的な営業活動を行わず、三井物産と日光製造の営業活動で、ピードモント航空に売却契約が締結されると、シャーロットエアクラフト社は地区独占代理店契約を盾に、多額の手数料を要求したり、 クロイゼル航空やピードモント航空から YS-11 の販売で下取りした33機の中古機をシャーロットやクラフト社に渡すなど会計検査員から不当な取引と指摘された。このことは国会でも問題になり日光製造の専務が隕石辞任する事態となった。航空機販売の実績もなかったことでシャーロットやクラフト社に対して業務の内容や 販売しなかった場合のペナルティの取り決めなどもない、ずさんな契約だったためである。地区独占代理店契約解除に2億3000万円の支出や下取り機を渡さなければならない失態を演じた。他にも、航空会社の経営者からリベートを要求されたり、支払いの延べ払いには、大蔵省や通産省の了解が必要となり、了解が得られなかったことで契約に至らなかった例が、 少なからずあったと言われる。加えて、プロダクトサポートも十分でなく、インドネシアのブラーク航空との間では、補給部品の供給ができず、欠航が相次いだことから航空会社としての信用を失墜させてしまい、リース料の支払いを拒否され訴訟になるなど、日航製造の特殊法人としての甘さが指摘されていた。また、輸出先の航空会社は、 遠隔地が多く、それらの航空会社から、しばしば日光製造の負担で部品の予託や、部品の販売センターの設置が要求されていた。日本航空機製造の経営赤字は1966年の航空機工業審議会の答申で、すでに提言されていた。1970年3月末で80億円の赤字。 1971年3月末で145億円の赤字となっていた。このため航空機工業審議会では銀行代表団による経営改善専門委員会が設けられ赤字の要因と今後の対策が検討された。経営改善専門委員会は1971年4月27日に同じ航空機工業審議会の政策委員会に 改善策の最終案を報告した。その内容は、YS-11 はその段階で認可されていた180機で、製造を打ち切り1972年度末の時点で、一切の累積赤字を解消する1973年度以降の、日本航空機製造は、YS-11 に関しては売却した機体の売掛金回収と、 補修部品の供給などに専念するとされた。この報告をもとに、政策委員会は、同年7月31日に次世代旅客機、X 計画の進め方と、YS-11 の処理方針の投資案を決定し、9月27日に通産大臣に投申した。赤字の見通しについては、量産180機とその後の10年間の、 アフターサービスで360億円の赤字が発生すると計算された。赤字の内容は、1売上の減少で31億円、2保用品の売上が予想を下回ったことで40億円、3販売費の増加で31億円、4金利負担増により94億円、5為瀬サ村で153億円、原価上昇で11億円とされた。 これは一期あたりの機体価格3億5000万円では2億円の赤字を計上する計算となった。その上で投申は赤字360億円については日光製造の資本金78億円の取り崩し政府負担金245億7700万円航空機製造各社の負担金36億2300万円で処理することとした。 赤字の負担をめぐっては政府の全額負担かメーカー側にも応分の負担を求めるかで議論があったが最終的にはメーカーも負担する形になった日光製造は問題打開のため YS-11 以降の旅客機計画としてエンジンをファンジェットに転換した YS-11J4 発エンジンの短距離 離着陸型 YS-11S、一回り大きな YS-33 大型機 X を構想していたが、これらが日光製造によって実現することはなかった。特殊法事に上のずさんな経営と、次期開発機が組織の経営能力を超えたジェット旅客機を想定した技術変調の体質など、民間旅客機メーカーの体を成していなかったことで、 日本航空機製造の赤字体質脱却は不可能と見られても仕方がなかった。他に国内航空機メーカー各社が航空機設計の基礎技術を確立、蓄積したことで日本航空機製造の設立当初の目的を達したとの判断もあった。安全性、快適性、経済性を求める民間旅客機とコストや快適性を無視して限界性能や 耐久性を重視する軍用機では、素性が相反するものであり、設計、生産方式が全く違うものであるためである。旅客機と軍用機は似て、非なるものであった。特に、採算性が悪い近距離線を運航する航空会社で収益を得るには、開発費を抑えた価格の安い機体を求め、そのために性能面で高い要求を出さず、機体構造や、 機能部品などの新しい性能の優れた機体よりも、すでに開発、改良し尽くされて故障が少なく、対応期間が長い、補修部品の入手や整備も容易な信頼性の高い、航空機を購入し、稼働率を高めて、経費の節減を図っている。YS-11 が短距離路線で企画、設計された以上、対象とするユーザーである、近距離路線を運行する、 航空会社に対して、その部品供給サービスを怠り、技術変調体質のまま後継機種に高い性能を、試行した近距離用、ジェット旅客機を想定していたことは、資金難で、経営不安説も流れた、日航機製造がするべきことではなかった。日航機製造がするべきことは、機体のコストダウンや批判されていた、操縦性の改善。 さらなる経済性や快適性の向上であり、加えて補修部品の供給体制を含めた販売網の構築であったのである。それは航空機開発技術力の向上を求めた通産省や機体製造に関わった航空機メーカー各社の望むものではなかったのである。時代の進展とともに外部環境が変化したことで軍用機をもとに設計された YS-11 の蘇生では、旅客機としての機能が期待した市場では、受け入れがたく、今後の販売増加は見込まれないこともあった。日本航空機製造の解散を提言したのは、当時の通産省重工業局長であった、赤澤昭一である。赤澤は、輸送機設計研究協会設立に奔走した、当時の通産省重工業局、航空機武器科課長でもあり、 自ら YS-11 の誕生と幕引きを行ったことになった。YS-11 は1973年5月11日に通算181号機が完成し、これをもって生産を終了。181号機は改造された上で1974年2月1日、海上自衛隊へ納入された。日光製造は設計など、 開発部門の廃止など規模を縮小され、飛び続ける YS-11 のアフターサービスのみを受け付けた。この時点で YS の民主は145機、競合機フォーカーシドレー HS748 は118機で YS-11 はフレンドシップに次ぐ売り上げであった。ボーイング767日光製造が構想していた新型機の開発母体は、 三菱、川崎、藤良航空宇宙工業会が設立した日本民間輸送機開発協会に移された。幾多の変遷からアメリカのボーイング社による新世代の大型ジェット機 7X7 の開発協力となり完成したボーイング767は日本の分担比率15%となっているが担当した日本企業はほとんど下請けと変わらないものであった。 日光製造は1981年12月28日の閣議により、1982年度末までに民間へ業務を移管し解散することが決定された。会社は航空機工業振興法第26条に基づく解散決議の通産大臣認可を受け、1982年9月7日に業務をすべて三菱に引き継いで解散した。累積赤字は、 約360億円に達した。一方、同月にボーイング767はアメリカで就航し、後に日本航空や全日本空輸も導入し運航することになった。日航製造は1983年3月23日に閣議決定に基づいて企業登録を抹消された。YS-11 の点検整備や修理は、 現在も三菱重工が引き継いで行っている。図らずも三菱は、その後、YS 以来となる国産旅客機三菱スペースジェットを開発し、再び日本の空に日本の翼を復活させる役目を担うことになる。日光製造が生産した機体を三菱小牧工場に隣接する名古屋空港からユルザーまで空輸して引き渡すことだけを目的として設立された。 関連企業。YS-11 の好調な販売により安定した業績を上げたこともあったが、日光製造の経営不振とともに業績は低迷する。騎士改正のために自ら YS-11 を購入して民間輸送業務を行うようになったが、立て直すには至らなかった。ありがとうございます。